皆さんこんにちは、万歳大家です。万歳大家のチャンネルです。毎日毎日ね、今日も順調に天気がいいのでね、いや撮影はね毎日じゃないですよ、配信してるのが毎日なんです、今日はね10月7日木曜日、ワンプーです。タイムでもとい、今日は10月7日水曜日、ワンプーです。ワンプーっていうのはタイ語で水曜日のことを言います。もう一度、もとい、済んだもんが訂正するのだ。今日は7日ではなく9日なのだ。万歳大家さん、またまたやっちゃってるのだ。うひ、ここがやんばる食堂さん。それで前に、今女の子が出てきましたが、これは沖縄小学高校、沖縄大学だったかな、琉球大学だったかな、見ればわかります。左側です。あ、沖縄大学だ。学生さん、高校生さんいますね。それでね、ご常連の皆さん、なんだなんだって言った初めてね、いらっしゃった皆さん、ぜひねお願いです。まあ、チャンネル登録もさることながら、まあ訪問訪れた、これも何かのご縁かの、ご縁なんかいらねえよっていう方もね、いいねボタンをポチッと、その画面の下にあります、このいいねボタン、あ、違うか、いいねボタンか、これをポチッと押していただけたらなと思うわけでございます。なんでそういうこと言うのかというと、昨日の動画だったかな、大家さんが外国人の時なんか注意ってね、まあいつもの似たようなねお話なんですが、それにね、良くないねが4人、それでいいねが2人だったかな。そうするとね、いいねのパーセンテージが 30% とか 50% 以下なんですよ。まあ、そういったことはないんですけど、万歳大家の動画。それであのね、まあ10時にね、日本時間10時に配信するんだけど、すぐ見てね、あのその本当に良くないねなのかどうなのか、まあね、良くないねってボタンを押す人はその理由をねコメントで教えてくれませんかみたいな、そんな動画もありました。これです。そしたらね、それをいいことにそれまで一人だったんですよ。よくないね、毎日必ずね、粘着室ですよね、押す方ね、コメントなんか書かない、とにかく、よくないねボタン、気に食わねえ、よくないね。それでね、10時に公開するんだけど、20分の動画が、これも言ったかな、10時3分ぐらい、もう全然見てないのに、よくないねボタンだけ押してる人がいるって、まあ、その方は1人だったんですけど、それがね、コメント書いてほしいって、それかい、動画出したら、そしたらね、コメントでね、あ、そんなの気にしないで今まで通りでいいですよってありがたいねコメントいただいたんだけど、そのよくないねボタンを押してる人なんかもう梨のつぶてって言いますよね、昔の言い方でね。まあ そういうもんですよね、人間陰と陽あるとはいえね、まあちょっと残念ですよね。それが3人か4人になっちゃったんです。まあ確実に固定客が3人になっちゃったんですよ、よくないね3人。なのでね、ずんだもんからもね、一言、いいねボタン
のことについてお願いします。ずんだもんです。丘の下、ずんだもんからもいいね、別名高評価ボタンを押してくれると嬉しいのだ。高評価でなくても来てくれた印として押してほしいのだ。まあここでね、その良くないねボタンが増えるっていうね、そのまあいたずら心なのか、あの意地悪なのか、まあ、やっかみなのか、そうこういうこと言ってね、また増えると思うんだけど、まあ、それはいいんですよ、ね。お金のためにやってるわけじゃないですからね、これね。まだね、1円もいただいてません。だからね、そこそこのお金がね、ちょっと溜まっちゃってね、あの Google AdSense の方にね。そのうち、おめえいつまでたっても収益化の手続き取らねえからね、それ全部ね、召し上げるぞなんてね、あの分取られるかもしれません。まあ、どうなるか分かりません。まあそれはそれでね、あのお金のために何度も言いますけどやってる。なんて言うとまた良くないねボタンを押したらいいんだよ。良くないね。それでね、そういう輩がね、はびこってくるっていうかね、そういう人たちがいるっていうのは今のネットの社会でもそうですよね。あの一番問題になっているのはその根源、真因というかね、何だっつったら匿名性にあると思うんですよ。だからね、まあ、あの警察とかそっちの方に専門的なところ行けば暴かれると思うんだけど、一般の方にもね、そうするとまたあの泥沼にはまるから良くないかなっていうことで匿名が許されてるんだけど、そのね、よくないねボタンね、誰が押したのかって分かるようになったらね、あっという間に消えますよ。匿名だからそういう悪いことするんですよね。匿名だからね、旧ツイッター X、まあ、万歳王やもこうやって万歳王やってね、やってますけど、万歳王やはそんなね、誰かそういう嫌がらせとか、そういう意地悪、まあ、非難合合、文句たらたら雨あられよまあこれはしょっちゅうなんですけど、まあそれがよくないねって人もいるかもしれませんが、で、その匿名をね盾にして、それで使っちゃいけない言葉使ったりね、それがその人の命に関わる、まあこれも何回か話したかもしれませんが、それでお亡くなりになって自ら命を絶っちゃったなんて、そういったこともありましたよね。だからね、そういったような事故が起こってる、それでそういうなんちかね、横島な、黒い気持ちで、そうやってよくないねボタンをポチッと押すと、そういったようなことができてしまうという、そのインフラ、それを認めてしまってるって、それはなんかね、改善の余地がね、これあると思いますよ。まあ、警察の方に行ってね、本当に困ってる人には、これ良くないねボタン誰が押してるのかですね、すぐ分かる。まあ、Google にもね、なんだっけ、 Google の運営さんにメッセンジャーだったかな、名前は忘れた、ずんだもん万歳大家チャンネルのお助けキャラ、ずんだもんがお答えするのだ。そこではフィードバックのことを言いたかったのだ。そうやってね、開示お願いしますというと開示、認められるケースもあるのかもしれません。まあ、そう、匿名を盾にした悪意がある、そういった SNS 上の仕業、これは人としてどうなのかと思いますよね。人間としてね、なんか会社でうまくいってないのか、奥さんとうまくいってないのか、それはそれぞれですからね。飼い猫のニャンゴちゃんとうまくいってないかとか、うまくいってないとかね、ニャンゴちゃんに引っかかれたとかね、なんか万歳岩山のお母さんニャンゴちゃんに本紙されたことありましたよね。ここでね、その後血がポタポタね滴り落ちましたよ。あ、こっちか。それでまだね、ここまだちょっとね、晴れてるんですよ。それはね、狂犬病じゃなくて猫特有の
のバイキンがあって、それの生徒たちのネットでねあったから、あそれだと思ってね、今こうやって事なきを得て、これ狂犬病だったら発症したら命を落としますからね、とかなんとか、まあ毎回毎回こういうね青空の下くだらねえ話をね、毎回しております。別に木戸線とって有料でね、やってるわけじゃないからね、もう、垂れ流し放題なんでございます。それでこれ今からね国道330号線を、バークレーズコートの方にこっちからね今日は行ってみよう、そのね目的があるんです。それがね、その激安物件じゃなくて激安品物がまだあればそれ買ってくるし、なければただ行ってきただけみたいなね。またこの前あの宜野湾のねトロピカルビーチ行った時みたいにね、まあ天気がいいからバイクに乗ろう、あそうだ油入れてきます、渡りに船だ、はいちょっとここで止めます。はい油入れたさ、それじゃあバークレーズコートに向かっていくさ、で今ね話してたことは、まあ、匿名ねというか、そのまあ匿名だからっていうかね、なんか荒れる SNS ね、コメント欄が荒れるとかってね、そういったことがありました。万歳祝いのチャンネルだとリタイアメントビザのね、取得方法について動画上げた時ね荒れました。まあ大体のねそのコメントの趣旨とか思いはですね、正確じゃないと、もっとちゃんと分かりやすく、そんな動画にしろとかね、まあそういった注文ですよね。こうやってね、バンコクの自宅からチェーンワタナのイミグレーション、ここは沖縄那覇ですよ、ね、沖縄です、沖縄国道330号線です。そうやってこうやって話しながらね、そのリタイアメントビザで必要なこととか、これこれ今までこんなことあったとかね、つら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 話するわけです。そんなもんねアナウンサーが原稿読んでるわけじゃないし、なんとか外務大臣が一軸漏らすまいなんて完全にね、この前のゲルもそうだったよね。各党の代表者が代表質問、それで壇上に上がって熱弁振るってんだけど、横にいるゲルたまに見るんだけど、横のね隣にいるね林官房長官と談笑してるね、にかにか笑ってんだよね。なんでかしたら壇上に上がってその野党の方でね質問してる人は、これこれこんなんだこんなんだこんなんだってね、一般の人たちが見る人たちのためにね、もう本当に力説してんだけど、もうゲルのね首相の方はもう皆さんが用意してくれたのか誰が用意してくれたのか、もう答弁書それがちゃんとできてんだからね、安心しちゃってんだよね。もうそのもちろんその代表質問で壇上に上がってる人のその質問内容も先にね、官僚を通して首相を通してそれで答弁書ができてるのでね、もう気楽なもんっすよ だからねそうやって最初にシナリオができればね、どういうふうに話せばいいかとかね、どこが抜けてるのかとかね、そういったようなこと、まあシナリオを作っても先に文章を作っといてもそういうことはあり得ると思うんです。ところが万歳祝いはね、今こうすごく風が強くなってきましたけどね、だから大きな声でお話します。浦添に入りました。あれ浦添市大平ってのかね、太平ってのかね、今度またちょっと聞いてみます。那覇の有名なところは
太平通りなんだよね。中の有名なとこで、あの金沢食堂とかあるところはね。なんてこんな感じでね、話があっち行ったりこっち行ったりすると、どちらかってね、それがダメだっていう話なんですけど、まあね、今ね、あのバンコクのリターンメントビザ取るね、動画はね、あのパタヤの方の方ね、パタヤチャンネルさんとか、あのめちゃめちゃあの詳しい、これももう話したことかな、そういった動画がいっぱい出るので、ね、万歳ようやは万歳ようやなりに話してるので、まあ、そんなね、あのコメントくれてもからしょうがねえなと、ね、まあ、そういうことがありましたが、まあ、それからね、万歳ようやにいただくあのコメントは、ありがたいね、コメントばかりです、ね、それでね、その匿名性が荒れるもとになる、それが あの一端にもなってんじゃないかなと思うんだけど、今ね、昨日ですね、いつも万歳ようやの朝見てる朝8とか朝9、最近9が多いけど、そういったニュース番組、あの A のゼロの百田さんとか、それであのバンコクチェンマイからちょっと電話したことあるね、有本さん、電話で話したことあるか、有本香織さんが立ち上げた日本保守党、あ、なんかどっちでもいいって言ってたな、保守党ですよね。それがね、なんとね、次の、あ、今日解散するんだよね。今右側の、あの自民党の車が走っていきますね。ゲルはね、解散しねえってね、今日解散するんだよね。で昨日ね、その日本保守党が、あそこはまだ政党のね、要件がまだ足りないところがあって、すごく不利だって、そういったことも言ってました。確かにそれは変だなと万歳ようやも思いました。規制の政党がね、すごく有利にできてるんでね、それですごいね、30人近くのね、候補者がね、ブロックですよね、選挙区で勝つというのはなかなか難しい。それも名古屋でね、あの河村名古屋市長がくら替えっていうのかな、するっていうことで、その河村さんは名古屋の市議会とちょっと揉めてるんで、なんで土地で辞めるんだみたいなね、なんか またそういうふうに言われちゃってるんですよね。おなじみの方々がね、百田さんも含め、有本さんも含め、皆さんね、立候補者名簿に名を連ねて、でね、いやあの気合い入れてね、本当はね、参議院からねやるのが常道で、新しいと新参の党はね、だけどこうやって衆院議員選からやるっていうのは、これはね、もう気合が入ってるとしか言いようがないというかね、まあ、それぐらい今の自民党のことはもうあの飽きまへんと、そういうようなことになってると思うんだけど、やむにやまれてやってる部分も多いんじゃないかなみたいな。そこでね、その名前を発表し終わった時に、万歳ようやふと思いましたよ。あの飯山明さんの名前がないんですよね。それでね、夕方にね、あの飯山明さんね、なんで私の名前が名簿なかったのかって言って、そこでね、そういう動画を出しました。いちいち全部見てないんだけど、どうもやっぱりね、中でね、うまくギクシャクしちゃって、それで個人的に誰と確執があるって、それはちょっとよく分かりません。どうもね、そのコメントとか全部飯山さんそのものの文言を聞いてるわけじゃないんでね、そのコメントとかで推測ですけど、まあ、邪推かもしれないですけど、なんかね、東京15区補選の時のセキュリティに関して、なんかやっぱりうまくいかない部分があって、
でも飯山さん出るべきだったと思いますよ、筋から言ったらね、筋論で言ったらね。すごくあの感謝してて、あのよくぞ先人の先方の誉れ、先陣を切ってね、よくぞあの出てくあのくれたっていう、それ万歳岩屋もね、あの確か動画にしたと思うんだけどね、それで日本保守党 の、 あの深川の事務所の前なんか行っちゃったりして、ね、それも動画に残ってますけど、その飯山さんが出れないっていうのはね、やっぱ次 の、 あの参院議員選の中でもね、また出てほしいと思います。まあ確かに飯山さんね、あの時まだね、あの翼の通ったあのとんでもないね、もう放送禁止用語作る、あの使いたくなりましたが、キーブブブブブイですよね、端的にね、それで荒らせられる常軌を逸したね、もう選挙妨害があったおかげで、もう飯山さんの心中気持ち的に、そういった病にもなったっていうようなこともね、万全では承知してます。そういったことこれからの選挙でもあるかもしれないですけど、まあそれのね、まだ、国政政党になってないんで、なんちかいろんなね不備な点、そのセキュリティとかね、あとその経済的なね、まあ元を正せばその経済的なそのことがね、その問題の元になっているというね、ことなんじゃないかなと思います。はい、ここでよかったでした。それがすごく残念でね、それでその日本人とかその飯山さんに対してまたね、アンチアンチって今言いますよね。似たようなもんですよ、万歳王やのね、よくないのボタンを押すやつとね。匿名だから言いたい放題、こういうこと言うとまたね、よくないのボタンが増えるんだろうね。まあ全然構わないですよ、ね。そうそう、ベスト電気行くつもりできたんだ、ベスト電気。でもね、アメクのベスト電気行ったらね、そんな安くなかったんですよね。だからここのベスト電気はどうかなと。この前買ったお値段で買えるんだったらもうやつ買いますよ。で今回はちゃんとね、免税で買います、免税で、ということです。目的地に到着したぞ。にゃんごちゃんコーナーです。いいねボタンよろしくお願いします。この最後の一言、これが重要です。それじゃあ、にゃんごちゃん